アルメレシティ FC はオランダの中部フレボラント州の都市アルメレを本拠地とするサッカークラブである。現在はオランダリーグ2部エールステディビジに所属している。旧名、FC オムニワールド。1972年創立。この年 DWS とブラウィズが合併して FC アムステルダムとなった。その後1980年に 本拠地をアムステルダムからアルメレに移すことになり、それに伴いクラブ名をスポーティング・フラボランドに変更した。1997年、名称を FC ・オムニワールドに変更。2005年、ようやく FC ・オムニワールドのプロ化が承認され、エールステリビジへと参入することになった。初の公式戦は2005年8月12日の BV ・フェーンダムとの試合になるはずであったが、 キックオフ前に大雨のせいで試合は延期となってしまった。2010年3月、名称を現在のアルメレシティ FC に変更。11月16日、クラブの株をクローナンバーググロップが100%購入し、アルメレシティのスタジアムも同グループの保有物となった。2010から11シーズン、アルメレシティはリーグ戦を18位で終了し、リーグ再開となってしまった。 f c オースがトゥベーデディビジからの昇格を要求したためアルメレシティの降格が決まりかけたが2011年6月8日に RBC ローゼンダールが破産し三部降格処分となったことでアルメレシティの降格は消滅した2017から18シーズン昇格プレイオフで第一ラウンドで MVV マーストリヒトを準決勝でローダ・ JC にセリ勝ち勝てば 史上初のエールディビジ参入というデフラーフスハップとのプレーオフ決勝に臨んだアルメレシティだったが89分まで1から0とリードしていたのにもかかわらず痛恨の PK を健常し延長戦で逆転された。これによりアルメレシティ史上初の一部参戦はなくなってしまった。2018から19シーズンからスタジアムの芝を13年間使用した人工芝からより 品質の高い天然芝に変更した。アルメレという土地柄、クラブの歴史は、他のオランダのクラブに比べて浅いが、アヤックスアムステルダム所属のユルヘン・エケレン・カンプや、元オランダ代表のフィンチェント、ヤンセンなど、多くの有望選手を輩出している。アヤックスの提携クラブということもあり、指導者の多くはアヤックスから派遣されている。なしなし2020年10月7日、 現在インアウト2007から2009ありがとうございます。